リーグ戦通算41回目の大阪ダービー。残念ながら新型コロナウイルス感染拡大によります緊急事態宣言を受けまして、今日はリモートマッチで行われます。まずホームセレッソ、ゴールキーパーキム・ジンヒョン、最終ライン松田陸、左丸橋、センターは新加入チアゴ・ダンクレー、揃って今日セレッソでデビュー戦です。坂本が戻ってきました。奥の藤田、清武、前線には大久保、豊川のコンビです。一方のガンバです。キーパー東口、最終ラインに福田、三浦、庄司、黒川、小野瀬、井出口、山本、矢島、そしてレアンドロ・ペレイラと宇佐美というコンビです。坂本です。中を使ってきます。得意の左足で持って浮き球のパス、胸と大久保、オフサイドのアピールをガンバはしています。ちょっと出てましたかね。少し出てたのもありますし、少しハンドのような感じも見えましたね。いやでもここさすがですよね。ここは逃さないですよね。坂本選手もそうですけど、ファーサイドまで伸びていく。触りましたが、今東口反応しましたね。あの至近距離でよく反応しますよね。速いボールを使って大外ヘディング、オフサイドフラッグ。中で矢島でしたが、折り返したところで一人前に出てました。これも伸びてきます。セカンドボール、清武、セカンドボール、残して戻ってきました。最後チアゴ、マラシサイドに流れて大久保、またぶつかって今度は大久保が倒れました。少し筋肉系もも裏ですね。怪我で下がることになりました大久保嘉人。少し残念ですね。そしてアダム・タガート、 J デビューのタイミングが来ました。蹴るのは宇佐美、藤田、これを山本拾って上を取った。宇佐美ラストパス抜けた。これもキーパービッグセーブ、キム・ジンヒョン。タガート、ここに坂本、ファーサイドに豊川が手を挙げています。内側を通して一人飛ばした左足、決定機でした。セレッソ藤田、いやーここも東口選手ですよね。奥野からその清武引きつけて豊川、あハンドじゃないかというアピール、ファウルなし。オンフィールドレビュー、まあ、一度ナチュラルポジションだと選手たちには伝えてましたが、改めて映像でチェックをします。ああ PK、 映像で確認をしてハンドにしました。おいまだ入ってないぞ、止めた後反応しろ、反応して、あーとポスト、先制なりません。セレッソポストに嫌われました。レアンドロ・ペレイラ、ダンクレーです。まあ、ここかいくぐってね、前に持っていけるとチャンスなんですけどね。奥野が行く、清武中に運んでいく、溜めて山田海ボール、セカンドボール拾う、引きつける中島、右足、セレッソ先制。ワンタッチありましたが見事サイドネットに流し込み
ました。ここは藤田選手のダイレクトですよね、効きましたね。まあ、ディフレクションがあってコースが変わったんで、まあ、これは東口選手は少し無理ですね。これは対応しきれないですね、はい。三浦上がってます。パトリックハンドじゃないかというアピール。PK シュートブロック、手に当たったというジャッジ。これ、まあ、体から離れているようにはこちらからは見えましたけど、この映像からはハンドです。 PK、 右手のシュートブロック。お腹当たってる。先にこっち、ここ、この腕、この腕先に。ファーム、ファームしたよ、ファームジー、えい、えい。いやー、しっかり決めました。ガンバ1対1同点。決め切りましたね。丸橋、右松田陸を使います。ゴール前選手を揃えてきました。ラストパスが来てヘッド。人数揃えてましたセレッソ。ヘディングは藤田。試合終了1対1。ダービーマッチはこれで去年11月の対戦に続いて2試合連続1対1ドロー。